どうもです、つくもやよ。2月27日、今日は一粒万倍日ついてるわ。一粒の種が餃子に増える。ええもんばっかり増えたらええけど、悪いもん増える可能性ある世界、気ぃつけて。六曜は仏滅、新しく始めるわけよ。吉居なしの法事なんかはきちいとも言われてる。時間は日の絵、太陽を示すような日。幼い年が成長を始めた状態を示してる。十二支は馬、こっちも陽の日。成長が止まり、実をつけ始める状態を示してる。ほんでこの時間と十二支から運用語行を読むと、日は言うてんな。よくも悪くも勢いを増す言うけや。仏滅一旦もの終わらせたもんが一粒万倍日で日はでえらいことなってったらええけど、どうやろうかね。まあこれらを踏まえてどう過ごすかワンとさん次第よ。ゆるゆるとええになるとええね。ほな、またね。